がれている黒狼たちを解き放った。そしてそのまま一言の別れさえ告げずに単身で古城を後にする。白夜の果てへの旅、大切な首飾りを強く握り直して、ねえ痛いだけで逃げ出すために、僕の娘は知らないの。そうかな、失うなさ、その想いを吐露した。たとえ君がそのままどこか遠くへ逃げたとしても、次第に心配に曇っていって、ルークと私の顔色が悪い。うん、きっと疲れてるだけ。体が冷たいって、そんなことはないよな。面白い偽物だったわ、ささやいたのは確かに死に耐えていた暴力の魔女。真実、ルークとミリアは遊戯に耐えきれずにとっくの昔に命を落としている存在であるということ。私の力で動いているだけ。入れ物が綺麗だったから再利用してみたの。そんな、Thank you.